メイコです。フィアナだぞ。さて、今回は先日話したビックリマンの参戦模様について見てもらおうではないの。参戦したのか？しました。ご覧ください。はい、この画面から始まりまして、時間が来るのを待っておりました。そして、時間が来たので、ページをリロードしたところ。はい、いつもの画面ですね。まあ、最初はいつも、アクセス集中しますので、予想通りといったところですね。今回はコアラいないんだな。リストラされたんじゃないの？前もなかったと記憶してるしね。味気なくないか。コアラに対するヘイトがたまらないようにしたんじゃないの？なら、里崎もクビにしていいのでは。コアラには愛情ないんじゃないの？お世話になってるのか。里崎さんの方が好きなんですよ、ロッテは。とにかく、アクセス集中していたので、しばらく待ってから、再度アクセスすることにしました。5分後。まだ集中。10分後。まだ集中。15分後。まだ集中。20分後。ここでようやくつながって、いけたわけですね。よかったな。ということは無事変えたんだな。びっくりマンは変えませんでした。変えなかったのよ、これ。なんでだ、つながったんだろう。ここからは皆さんの情報が欲しいところなんだけどさ、今回決済がクレジット決済のみだったのよね。そうだったのか。で、私は現金主義者なんで、カード持ってないのよ。では、買えないではないか。そこでわざわざ V プリカっていう、クレジットカード買ってきたの。なんか使えるみたいな風に書いてあったから、これで買えると思ってたわけ。それで？だけど、これの情報をいくら打ち込んでも、全然通らないのよ。使えなかった。ダメだったのか。ダメだった。そして、いつの間にか売り切れになってました。売り切ったのか、これ？そう、安かったということが大きかったんじゃないの。本段系のオンラインにしては、私が参戦したものでは、一番早く売り切れたと思う。話によれば、30分で売り切れた説もあるぐらい。マジか。とにかく、これについていくつか可能性が考えられるんですが、どんな可能性だ？単純に V プリカは使えないという可能性。それはそうだな。次に V プリカが使えるというのであれば、私の情報の打ち込みに何か間違いがあった。なるほど。だけど、何度見直してやっても通らなかったから、打ち間違いはないと思うけどね。で、もし V プリカも使えて、打ち間違いもなかったとしたら、この時点で売り切れていたのかもしれない。売り切れていたから、通らなかったと。なるほどな。そこで、まず、ちょっと皆さんにお聞きしたいのは、V プリカは使えないんですか？もし、いや、私は買えたよという人がいたら、ぜひ教えてください。教えてやってくれ。で、これらを踏まえた上で、ロッテに提言したい。なんだ？ V プリカが使えないんであれば、まずは V プリカ使えるようにしてくれよと。みんながみんな、クレジットカード持ってるわけではないし、そんなすぐにクレジットカードなんて作れるわけではないんだからさ。なんせ、1日前に突然、告知されたわけだしさ。そこはちゃんとやってほしいよね。確かにな。そして、そもそもクレジット決済だけというのをやめてくれないかと。今も述べた通り、持っていない人もいるしさ。そもそもクレジットカードって、子供は作れないでしょう。そうなのか。確か、そうだった。だから、この商品って、子供は非常に買いにくい商品になってると思うのよ。もちろん、親のカードを使うとか、やりようはあるよ。でも、かなり難しいわけでしょう。
要するに、この商品買える人は、かなり制限されていると思うのよ。公平性というのを考えると、それはどうなのかと。確かに、買える人がかなり限定される商品はおかしいよな。でしょう。とにかく、大人でも、持ってない人もいると思うから、クレジット決済のみはやめてほしいよ。決済方法さ、よくわかんないけど、毎回変わるのよね、ここ。個人的にはコンビニ払いがあってほしいんだけど、あったりなかったりするのよ。統一しろよな。とにかく、複数の決済手段はあってほしいよね。なんで今回、クレジット決済のみなわけ。そういうところもよくわかんないのよね。普通に複数手段があってほしい。ロッテは本当に客のことをあまり考えてないと思うよ。愚痴になってきたな。魂の叫びも入っております。次回からは何とかしてください。よろしく頼むぞ。まあ、でも、買えなくても、すごいショックというわけではないのよ。そうなのか。正直、安かったから、ちょっと買っておくか程度のものだったからさ、ダメージは少ない。その割にはいろいろと言っていたが。まあまあ、でも、結局のところ、この商品は完売になったからね。びっくりマン界隈全体の目線で言うと、良かったんじゃないの。好評だったな。好評というか、本当にシールというより、安さとお菓子の詰め合わせが良かったと思うな。シール目当てで買った人は、実は少ないんじゃないの。びっくりマンなのにか。前にも言ったけど、そこまで魅力があると言えるシールではないからね。下手すれば、エンボスかもしれないし。ギラの可能性はないのか。まだわかんないですけど、とにかく買えなくて大ダメージ食らった人は、そんなにいないと思うよ。だから、もう当然のごとく、転売が出てきてますけど、そんなに売れないと思うな。正直、そこまで欲しいものではないのでね。あくまで私個人の意見だけど。なるほど。でも、結構早く売り切れたわけだから、次回からはもう少し増やしてもいいのかもね。一応、欲しくはないけど、買いたい人はいるので。なんだそれ。そういう複雑な気持ちを持つのが、コレクターなのよ。厄介な連中だな。今回は猫の日にちなんで、2222個しか作らなかったみたいだけど、そこは融通聞かせて、もう少し作ってもいいと思うけどね。犬の日は、1111個になるものな。さすがに犬の日は1111円になってしまうから、やらないんじゃないの。もしくは11111円の品を、作ってくるかもしれないけど。ホロか。やるんなら、ホロキラ3枚ぐらいないと、きついと思うけどね。まあ、11月1日の犬の日を楽しみにしときましょう。というわけで、びっくりなんについて、私は買えなかったという話でした。買った人たちの報告待ってます。本欄が本命だしな。あるかどうか知らんが。